何週間も続く雨、雨よどっか行けと心の中で願ったりしますよね。でも私たちはまだまだ幸運な種族。歴史を遡ること2億3400万年、三畳紀の時代。そこでは途方もなく長い雨がいよいよ始まろうとしていたんです。それが今回のトピック、200万年止まなかった雨。ブライトサイドのチャンネル登録と通知の許可をお願いします。新着動画をお見逃しなく。物語の始まりはペルム紀末期。この頃に地球の歴史上で最大の絶滅が起こりました。大量絶滅と歴史に記録されているだけに、その規模はとてつもないものだったのです。2億5200万年前には陸上の脊椎動物の 70%、 海洋動物の 90% が地球上から姿を消してしまったんです。地球上の動植物はこの大厄災から立ち直るために1000万年を必要としました。その絶滅の原因は正確には分かっていません。専門家が挙げている原因としては、オゾン層の破壊、シベリアの火山活動、隕石の落下、酸性雨、水銀中毒などが存在します。そしてその中で最も新しい仮説は、石炭が燃えることによって大量絶滅が起こったというもの。ユタ州立大学の地質学教授ベンジャミン・バーガー博士は、ユタ州の岩石のサンプルから石炭の燃焼の際に発生する鉛と水銀の痕跡を発見。この層はまさにペルム紀の末期から三畳紀の初期、すなわち2億5100万年前から2億4000万年前に作られたものだったんです。この説は地球上の生物がほぼ同時に絶滅してしまった理由を説明づけてもいます。燃える石炭が発生させた硫黄が海を酸性にし、これが多くの海洋動物を死滅させました。酸性雨は森も破壊し、動物の死骸に住み着いたバクテリアが毒ガスの硫化水素を発生させ、生き残った生物の命を刈り取っていきました。気温も徐々に高まっていったと考えられています。三畳紀の初期に地球の気候が暑かった理由はこのためなのではないだろうか。海は温泉よりも熱く、大気は頻発する火山噴火によって二酸化炭素濃度が高くなっていました。一大大陸のパンゲアは広大で平たく乾いた大地となり果てました。とはいえ、いつまでも地球がこのような状態だったわけではありません。来たる2億3400万年前、ようやく誰もが待ちわびた雨が最初の一粒を地上に落としたのです。全てが元に戻ると安堵したのもつかの間、雨はなんとその後200万年間も降り続いたんです。しかし研究者たちは一体どうやってこのようなことが大昔に起こったことを知っていたんでしょう。多くの場合、彼らは太古の気候変動を岩石や植物の化石などから読み取ります。1990年代にはイギリスの2人の地質学者が川の石や湖、石炭沼の痕跡を発見しました。この発見は乾いた気候があったと考えられていた三畳紀の想像図を大きく変えることとなりました。研究者たちは三畳紀が湿潤な気候であったことを示すそのような証拠を世界中ありとあらゆる場所から発見したんです。つまりこれは2億3400万年前の地球上は雨に覆われていたことを示しているんです。そこで一つの疑問が浮かぶことでしょう。そんなとんでもない気候の原因は一体何なんだろう。全ては何百万年以上も前に起こったことであるため、研究者たちも確証を持っているわけではありませんが、最も可能性が高い原因として挙げられているのが火山活動なんです。雨季が始まる100万年前から200万年前頃、現在のカナダのブリティッシュコロンビア州からアメリカ合衆国アラスカ州のあたりで巨大な火山噴火があったことを示す痕跡が発見されています。ランゲル噴火と呼ばれるこの噴火は500万年もの間続いたのです。ある地域では流れた溶岩の層は 5.6 キロの厚さであったといいます。また噴火の最中には大量の二酸化炭素が大気に放出されました。その結果、地球の気温は3度から10度も上昇したんです。そこからしばらくして地球上で雨が降るのに最適な気候が成り立っていくことになるんです。当時大陸はパンゲア一つしか存在していませんでした。その大きさを想像することはできるでしょうか。パンゲアのほとんどは乾燥した大地で、
夏は暑く冬は寒い場所でした。時折季節雨が沿岸部を濡らしはしたものの、そこから内陸へと雨が入っていくことはありませんでした。ところが一連の火山活動が起こった結果、地球の大気は高温多湿なものへと変化したため、雨がこのパンゲアの中心にまで到達するようになったんです。地球を覆い尽くす雨がいよいよ始まりました。このような気候の激変は動植物の生環境も大きく変えることとなったのです。6600万年前に落下した隕石が直後に恐竜を地上から消してしまったことは多くの人がご存知でしょう。ですが恐竜がどのようにして地上に現れたのかを知っている人はもしかしたら少ないかもしれませんね。恐竜が誕生したと考えられているのはおよそ2億45万年前、三畳紀の始まりの頃なんです。恐竜については多くの人が誤解をしているかもしれません。木よりも高い肉食種はむしろ珍しいもので、そのほとんどは七面鳥よりも小さかったと考えられています。また三畳紀初期に生息していた恐竜は末期の恐竜に比べてもずっと違った姿をしていました。恐竜は小さく生まれ、中生代が進むにつれて次第に大きく大きくなっていったんです。恐竜はある悲劇を地球が襲ったその後も種類を増やし、数を爆発的に増やしていきました。2億3200万年前に全く別の大量絶滅が発生したんです。この絶滅も火山活動によって発生したものであると考えられていますが、気候がその後数百万年にわたって温暖湿潤に変化していくにつれ、恐竜はその種類を増やしていき、ついに恐竜の時代が到来したんです。気候変動によって地球上の植物も変化を遂げていきました。新たな熱帯気候に適応するように背の高い木や青々とした草が生い茂っていきました。恐竜もまたそれに合わせて体を大きくしていったんです。なぜ恐竜が大きくなったのか、その説明にはいくつかの仮説が存在します。ある仮説は気候が温暖になったために恐竜は体温維持のためエネルギーを使う必要がなくなり、代わりに体が巨大化したというもの。また別の仮説は草食肉食問わず恐竜の食料が豊富になったためだとしています。いくつかの恐竜を比べるとその仮説がよりよく見えてくることでしょう。最初期の恐竜の一つと言われているのがコレオフィシス。この生き物は2億2500万年前から2億2000万年前に生息していたと考えられています。体長はおよそ3メートル、体重はわずか27キロでした。空洞の体を意味するその名を得た理由がなんとなくわかりますね。このすばしっこい二つ足の肉食獣は小さな両生類や爬虫類を獲物としていました。およそ2億1000万年前には全く新しい恐竜が誕生。平たいトカゲを意味する名を持つ巨大な草食竜、プラテオサウルスです。体長はおよそ7メートル、体重は3トンにまで達しました。ジュラ紀の巨大な恐竜の先駆けとなるもので、硬い植物を食べられるだけの分化した強い歯と強靭な尻尾を持っていました。地球を200万年の間潤した後、この雨はついに終わりを迎えました。その頃になると火山活動も沈静化し、気候が安定しました。2億3000万年前、噴火は完全に停止したのです。そしてその頃になると地球は再び熱く乾いた惑星へと戻っていきました。また大きな変化もしていたんです。200万年続いた雨は地球上の植物の姿をガラリと変えていました。休暇植物が何種類も発生し、大地へと広がっていきました。ペルム紀と三畳紀初期の奇妙な姿をした生き物たちはその玉座を恐竜へと譲ることとなったのです。明日200万年続く雨が始まったとしたら皆さんはどうしますか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。